いやー、化石掘り大変ですね。皆さん、化石掘りはしっかりとしてますか？化石掘りってね、めちゃくちゃ重要なんですよ。え？そりゃ分かってるって？まあそりゃそうですよね。まあ謎のかけら集めであったりとか、あとは進化の石とか、まあ様々なものをゲットしないといけないわけだから、あと化石とかか、本当にね、いろいろゲットしないといけないものがあるから大変なわけなんですが、今日はですね、進化の石、こちらについて語っていきましょうか。では具体的にどういう内容を話していくかっていうと、進化の石って具体的にどこでゲットすることができるのか、そこについて話していきましょう。で、大きく分けると入手経路っていうのは2つございます。まず1つ目、今僕が地下でこうやってガンガン掘ってると思うんですが、こういった形で化石掘りで入手するっていう方法、まあこれは結構メジャーだと思うんですが、こういったやり方がございます。っていうか、まあ大半の方がね、まあ力技でこうやってね、入手されてるんじゃないかなと思いますね。ただ、進化の石っていうのは実はね、地上にも落ちてるんですよ。ただ地上に落ちているんですが、限られています。例えば炎の石の場合であれば、たたら製鉄所。で、雷の石の場合であれば、なぎさシティ。で、リーフの石であれば、炎の花畑。で、光の石であれば228番道路。そして、たたら製鉄所。そして、闇の石であれば、銀河団倉庫、チャンピオンロード。そして、目覚め石であれば、225番道路、天眼山。こちらが該当しますね。なので、こちらもね、ぜひぜひ覚えておいていただければと思います。よろしくお願いします。で、あとは、まあ、これはね、どうなんだろう。まあ、一応入手方法っちゃ入手方法ではあるんですが、物拾いで拾ってくる。これも一つ方法として挙げることができるんじゃないかなと思いますね。まあ物拾いではね、なかなか拾ってこないけど、まあ可能性としては一応ね、あるっちゃあるのかなと思いますね。いやけど本当にさ、進化の石って種類が多いせいかあまり出ませんよね。あれ、炎の石出ねえなとか、水の石出ねえなとか、多分そういった人結構多いんじゃないかな。ピンポイントで狙おうと思ったらめちゃくちゃ難しいみたいな。なので今作ではかなり貴重なアイテムになってます。まあ化石掘りやれば結構な確率で進化の石って出るんだけど、ただピンポイントではなかなか出ないからね、それが今作の難点かなと思ってます。そうなんだよ、好きな石が好きなエリアで出てくれたら楽なんだけど、そういうわけにはいかないからさ、そこがね本当に大変だなと思いました。で、話戻したいわけなんですが、闇の石、光の石、目覚め石、こちら以外の深海石は地下の大洞窟、今僕がいるところですね、こちらの化石掘りで入手が可能になってます。一方で逆に言うと、闇の石、光の石、目覚め石、残念ながらですね、地上でしかゲットすることができないんですよ。なので地下で化石掘り頑張っても闇の石と光の石とか、そういったものはゲットすることができないということですね。なので絶対に地上でゲットしましょう。だからまあ炎の石とか雷の石とか、まあ極端な話、こういった石に関しては化石掘っといたら適当に出るんだけどさ、ただ光の石とか闇の石は地上でゲットしないといけないんで、どこでゲットできるのかっていうところをしっかりと把握しとかないと、もちろんゲットすることができません。ですので、ぜひぜひね、皆さん入手場所覚えておいていただければと思いますね。よろしくお願いします。で、あとはね、もう一点注意点があるんですが、地上でゲットできるっていうことは、すなわち個数が決まってるわけですよ。例えば僕の場合だとダイヤモンド今やってるわけなんだけど、このゲーム中ではそれぞれの石が2個ずつしかゲットすることができないわけよ。なのでめちゃくちゃ貴重なんですよね。めちゃくちゃ貴重だから適当に使ってしまうと絶対に後悔するので、ここは気をつけてください。なんとなくね、進化させてしまったって言うんであれば絶対に後悔することになるから、後からね取り返しがつかないからな。ですので、もし光の石、闇の石、目覚め石、途中で追加で欲しくなってしまったら、別途パールを購入するか、そうか友達からもらうか、この2つの方法しかないわけだから、ここは本当にね、考えて使った方がいいんじゃないかなと思いましたね。まあ炎の石とかであれば取り返しはつくけど、光の石とかに関しては取り返しつかないからな。特に光の石に関しては中ポケのポケキッズ、こちらに進化させることができるわけだから、
かなり重要アイテムよ。ですのでこれがなければ対戦でも結構厳しくなってくるから、ぜひね温存しておいてください。なので本当にねこいつだっていうポケモンにしか使っちゃダメな石ですね。はい、まあそこが注意点ですと。で一つ目のところに追記で話していきたいんだけど、月の石、太陽の石、こちらも今作では存在します。まあ当たり前ですよね。だってピッピであったりとかプリンであったりとか、そういったポケモンが出るわけだから当たり前なんですが、月の石存在しますね。ただ一方で月の石と太陽の石に関しては地上ではゲットすることができません。ですので化石掘りでしかゲットすることができないんですよ。ただ逆に言うと無限にゲットすることができるから個数制限がかかってないんで、まあガンガン使ってしまっていいんだけど、ただ地上ではゲットできないっていうことを覚えておいていただければと思いますね。まあこういった形で進化の石っていうのは結構癖があるんですよ。どこでゲットできるのかとか、何個ゲットできるのかとか、石によって全然違うから、なんとなく使ってると後悔します。なので考えて使わないといけないですね、本当に。割とね、序盤で使う機会が多いから、うわ、間違えて旅パに使っちゃったっていう人結構多いんじゃないかな。特に闇の石とか、どうでしょうか。やべえよ、おい、もう使っちまったよ、遅えよ、みたいな。そういった人いそうやな。いや、けどね、化石掘りしてたらそのうち出るでしょうと思ってたら全然出ないみたいな。そうなんですよ。化石掘りでは出ないんで、もうね、使ってしまったら終わりですよ。まあこれって本当にね、取り返しのつかない点かなと思いますね。まあ単純な話、もう一つゲームソフト買って、まあ通信交換したらゲットできるから、まあ一応救済措置はあるっちゃあるけど、ただね、個数制限がかかってしまってるから、それは難点ではありますね。はい。ってことで、こちら掘っていきましょうか。それなんだよな。闇の石とか光の石。個数制限がかかってなかったら神だったんだけど、さすがにそういうわけにはいかないか。ってことで、どんどん掘っていきますわ。はいはいはい。掘っていきましょう。けどさ、進化の石って全然出ないよね。今さ、こうやってガンガン掘ってるわけなんだけど、本当に出ませんね。まあ、出るときは出るんだけどさ、出ないときは本当に出ないわ。あとはね、これは体感的な話になってしまうんですが、多分ね、エリアによって出る石って変わってるんじゃないかな。まあ一応ね、公式情報ではランダムっていう形になってる気がするんですが、ただね、ランダムではなくて、なんか特定の石が出やすいみたいな、そういった傾向はあるんじゃないかなと思いましたね。まあどこから地下に潜るかっていうところによって変わってくると思うんですが、多分なんかね、変わってる気がするな。明らかに偏りがありますからね。まあ僕の場合だと、多分雷の石がダントツで多いんですよ。雷の石、どこだ？雷の石。結構ありますよ。ほら、6個ありますよ。ただ6個あるんだけど、炎の石とかは多分ね、今0なんですよ。多分0、あ、1や。1ありますわ。1あるんですが、ただ水の石とかは0で、リーフの石も0ですね、これ。なので、まあ、かなり偏りがありますね。多分ね、場所によって出やすいとか出やすくないとかある気がするわ。まあ、そこについて検証動画とか上がってないからわからないけど、多分ね、あるんじゃないかなと思いますね。特に僕の場合だと、トバリから潜ることが多いから、多分トバリ周辺の人とかであれば、雷の石が多くなる傾向にあるんじゃないかな。どうなんでしょうか。まあ、ちょっとそこについては本当にわからないところがあるんですが、ただね、明らかに雷の石だけ出やすいからさ、やっぱ自分の潜ってるエリアがだいぶ偏ってるからっていうのが大きいと思うんですよ。ですよね。あ、これはなんだ？あー、なるほどね。こっちか。謎のかけらも出ねえよな。どうにかならないかな。謎のかけら。まあ、進化の石も重要なんだけどさ、謎のかけら本当に出ねえよな。やべえな。今日さ、結構掘ってるんだわ。動画撮る前から掘ってるんだけど、一回もね、ゲットしてないんですよ。どうなってんのこれ。謎のかけら、泣きそう。マジで泣きそうなんだけど、こんなに出ないもんな。マジで出ませんよ。小さいやつですら出ないってどういうことや。ありえんのかこれ。ねえ、サボネア。多分捕まえてませんね。捕まえていきましょうか。いやー、なんかね、どうなんすかねっていうことが、このゲームやってて多いですね。どうなんだろうみたいな気がする。
はい、ということで今日の動画この辺りで一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。